米大リーグロサンゼルス・エンジェルスの大谷翔平投手が現地8月4日本拠地エンゼル・スタジアムで行われたシアトル・マリナーズ戦に2番・指名打者で先発出場4回に9試合連続安打となる二塁打を放ち4打数1安打だったが投手陣が踏ん張れずチームは4連敗を喫したこの試合を終え打率は3割1分としている初回に対フランスのスリーランホームランが飛び出すなど いきなり4点を失ったエンジェルスその裏レンヒーホのソロホームランで1点を返す大谷の第1打席は空振り三振に倒れた1対5で4点ビハインドの3回裏無視1塁で迎えた大谷の第2打席はフォアボールを選びチャンスを広げると自打者の C ・ J ・クロンがタイムリーで1点を返したなおも1・3塁で4番のマイク・ムスタカスがライトスタンドに値千金のスリーランを放り込み エンジェルスが同点。大谷の死球をきっかけに試合は振り出しに戻った4回には立ち上がりから不安定な先発リード・デトマーズがフリオ・ロドリゲスにツーランホームランを浴びて再びマリナーズに2点を勝ち越された直後の大谷西走者なしで巡ってきた第3打席は初球の高め96マイル約154キロのフォーシームを完璧に捉えると 打球は弾丸ライナーで左翼手の頭上を越え大谷は悠々と二塁に到達得点には至らなかったものの打撃好調をキープしている米メディアコーディファイ・ベースボールによると翔平大谷の今の OPS 出塁率と長打率を足し合わせた数値は1.101これはとんでもない数字だとツイッターに綴りこの時点での大谷の異例な OPS に驚きのリアクションを示していた。 5回裏エンジェルスは1・二塁で6番ミッキー・モニアックがバックスクリーンへツーランホームランを突き刺すとベンチにいた大谷も万歳して大喜び再度同点に追いつく粘りを見せる一発が期待された6回裏の第4打席は鋭いスイングに本拠地のファンはため息を漏らすも最後はフルカウントから内角低めのスライダーに手を出し大谷は悔しそうな表情を見せた奮闘する打線の一方 中継陣が答えられない7対7と同点の8回には5番手のレナルド・ロペスが3番エウヘニオス・スアレスにタイムリーを許し7対8と1点リードを許した9回1点差の場面でフィル・ネビン監督はアーロン・ループを起用嫌な予感は当たり7番カルゴーリーにソロホームランを許し7対9の2点ビハインドとした2点を追う9回 エンゼルスは虫一二塁と一打出ればサヨナラの場面で大谷に5度目の打席が回る球場のボルテージは最高潮に達したが大谷はこのチャンスを生かせず3球三振この日3つ目の三振を期した後続も続かずエンゼルスは7対9で敗戦エンゼルスはこれで4連敗同地区マリナーズに連敗で貯金が1となりア・リーグ西地区首位のレンジャーズと8.5ゲーム差 ワイルドカードでプレーオフ進出圏内のブルージェイズとは5ゲーム差に開いた2回にテイムズ打撃コーチが退場するなど序盤から大荒れとなったエンゼルス同じくワイルドカードを争うマリナーズとの重要な4連戦で連敗し厳しい状況へと追い込まれてしまった試合後フィル・ネビン監督は今日のデトマーズは投球が少し消極的だった休速が落ちているのは心配だ今は厳しい時期を過ごしている 彼はまだ若い今は経験を積んで学んでいるところだ投球フォームを見直して修正していく必要があると試合後に語ったプレーオフ争いの状況を考えてもマリナーズに連敗だけは避けたかったチーム全員が共有し諦めない姿勢を見せ続けたが積年の課題だった投手陣が踏ん張れないトレード期限を前に投手陣を補強したエンゼルス だが期待された先発のルーカス・ジオリトなど新戦力が力を発揮することができずプレーオフ進出が厳しい状況へと追い込まれてしまったネ、ね、ビン監督は今の時点でこの試合を前向きに捉えることはできない試合に勝つことでポジティブになれるものだと厳しい表情で語ったワシントン州マリナーズの地元放送局ルートスポーツの試合後番組ではスコット・サービス監督が会見 ブルペンが素晴らしい仕事をしてくれた試合終盤のマットブラッシュほど刺激的なものもなかったと振り返りリーグ最高の打者からあんな風にアウトを取ったんだからねと大谷から奪った三振を称えたさらにブラッシュにとって自信を高める非常に大きな経験になるだろうとコメント球界を代表するスーパースターを抑えご機嫌な様子だった米野球専門メディア「トーンベースボール」の公式ツイッターは「 下を向く大谷の写真とともにエンゼルスの苦しい現状をツイート「エンゼルスは56勝55敗」「今やワイルドカード」「3位のブルージェイズと5ゲーム差」「プレーオフ進出には残り51試合で4チームを飛び越えなければならない」と悲観的に伝えた「積極補強もチーム状態は上向いておらず」「これには焼けっぱち気味に反応するベー SNS ファンも多かった」 兵大谷を8月1日のトレード期限までに売りに出さなかったエンゼルスは史上最低の負け犬へと転がり落ちるだろうお願いだからエンゼルスは翔平を自由の身にしてあげてくれエンゼルスよこれで分かっただろうお前たちには無理だただ黙って大谷をマリナーズに渡してくれそうすれば全てがうまくいく大谷を解放せよ 翔平は将来のマリナーズの選手時は来た彼はすぐに本物のチームに来るなどと大谷の写真とレンジャーズやドジャースブレイブスら他球団のユニフォームを合成した写真が並び FA に向けた勧誘の声であふれていたまた米メディアウェストコーストスポーツは Twitter で「エンゼルスは大谷をトレード期限までに放出すべきだった」1「1正しい」2「2正しい」 間違っているとの閲覧者投票をこの日の敗戦直後から実施開始からわずか15分間で500票が投じられ82.5%が1「1正しい」を選んでいるネット上では大谷さんの悔しさを思うとつらい大谷さんは純粋な野球小僧として自チームの勝利に貢献することで喜びを共にしたいのだろうなと思うでもエンゼルスはもう無理 FA で他のチームへ移るべき。応援してて嫌な予感しかしない。そしてほぼ当たってしまう。ネビン監督の投手起用。すぐに裏目に出るケースが多すぎる。監督を変えなきゃポストシーズンなんて無理。いくら打ってもエンゼルスの投手陣が貧弱すぎるので大谷選手は一週間くらい休んだ方が良い仕事するかもな。もう諦めた方がいい。ネビンでは勝てない。 遺跡組はほんとよくやってるけど、ネビンの采配じゃ無理でしょ。9回1点差でなぜループなんだネビンは何を考えてるのループ出てくるとテレビ消したくなるよ。今日もやっぱり嫌な予感が当たったよ。ムスタカスはリーダーシップもあっていい選手。不良再建の選手たちの穴を埋めていますね。チャンスに大振りする選手が多すぎる。監督の采配はあ。 してないか結果的に、やっぱり投手力。大谷さんのさよならホームランとかいつか見てみたいな。勝てないチームを応援するほどメンタルが粘り強くないので、今まで同様大谷選手だけを応援します。采配がド素人以下なので MLB のチームに勝つのは難しい。カスティーヨから7点は取れても、マリナーズとの中継ぎ陣の差を見せつけられたな。 まあチャンスでで打打つ打たなないは運なんでね大谷は得点圏とか重要な場面で強いのは見てたらわかるなど自らを慰めるような声があふれた大谷の MVP 受賞を予想した人に対し米スポーツブックメーカーは現時点で配当金を支払う措置を下した2021年以来2度目の MVP 最有力候補発表の3ヶ月前にもかかわらずこのゴート 史上最高の選手にかけた人全員に今日、配当を支払いますと公表した。レギュラーシーズン終了まで約2ヶ月あるが逆転はありえないと判断されたようだ。本拠地マリナーズ戦を前に、米スポーツブックメーカーポインツベッドスポーツブック公式 Twitter はアーリーペイアウトと投稿し、特別措置を発表した。私たちはすでに翔平・大谷が MVP を受賞したも同然だと知っています。 だから私たちは大谷がア・リーグ MVP を受賞すると賭けた人全員に今日配当を支払います同ブックメーカーの番組で司会や解説を務めるアリエル・エプスタイン氏もツイッターで今回の措置を発表した添えられた動画の中では重大発表もう十分 It's over 翔平大谷がア・リーグ MVP だと断言今期中のどのタイミングでも彼に賭けた人たちおめでとう 早めに配当ゲットだと祝福を送ったエプスタイン氏の動画の中では同ブックメーカーのオッズの変遷も紹介しているシーズン開始前には175だった大谷の MVP オッズは5月1日にはマイナス125に休園期間中にはマイナス700にそして現在はマイナス1万と人気が急激に高まっていた投げては急勝打っては両リーグ最速の40本塁打到達だけでなく 三冠王すら視野に入る活躍が期待値を上昇させたようだ。米紙 USATODAY のスポーツとエンタメ専門サイト f o r t h ン w i n も「ポインツベッドは3ヶ月早く翔平・大谷の MVP ベッドに配当を支払う」と題して報道記事によると過去には配当を早めに支払ったのに結果が異なってしまい批判を集めたこともあるというしかし今回については「心配には及ばないに違いないと」と バン狂わせは起こらないと強調し異例の決断を説明した。